にちは、アシアです。今日も、函館を歩いていますけれども、今日はこちら函館にある五稜郭っていうところに来たいと思います。函館駅の周りとかに行動してたけど、こっちの方がなんか町繁華街っていうかね、あ、五稜郭まで550メートルです。本当に暑くて、今日函館の皆さん意識高くて、あのマスクされてるんですけど、まあ、厚生労働省のホームページに書いてある外で、人と2メートルの距離保てばマスクは外してもいいから、今外して、お、セミ、やば、セミ、今年初めて聞いたかも。セミが鳴いてるんだ。北海道もセミいるんだね。でね、はい、今見えてきたのはそちら、あれ見えない、五稜郭を見ることができるタワーです。はい、こちらですね。思ったよりかなり高さ高いですね。なんかもうちょっとそんな高くないかなと思ったけど、意外と結構高さがあるんだね。五稜郭に関してはね、結構まあ写真見たことあるけど、なんか勝手に思ってたのは五稜郭みたいな、そういった五稜郭のような星型のそういった場所ってなんか全国にあるって思ってたんですよ。違うらしいね、ここにしかないみたい。今ね、よくよく見たらこのタワーも星型になってて、そもそも五稜郭って五角があるってことだね。はい、そしてタワー登ってきました。高い、ザザーン、目の前に五稜郭があります。ね、五稜郭だけじゃなくて町全体見渡せる感じですね。広いね、思った以上に大きい。だいたいね、なんかそういう観光地って写真で見て大きいのを想像して、現地に着いたら意外と小さかったとかってことはよくあるんだけど、これはすっごい広いね。今日はね、残念ながらこんなどんよりとしたお天気なので、本当はそっちの方でもっとなんか山がいっぱいあるはずだけど、もう雲で霧で何も見えないですね。でもこう見てみると結構街が大きいね。見渡す限り街が広がっています。海だとか街全体見れるのは楽しいし、こうイメージがつきやすい。ここでね、歴史のことをいろいろ書いてあるんですけど、函館ってね、昔からこういった、外国の船が入って外国人との交流があった場所の一つですね。なんか昨日もね、資料館で見たけど、一番最初に入ってた来たのはロシアみたいな風にも書いてあったね。ここは桜がね、春になると桜が綺麗だそうですね。綺麗だね。またやっちゃいましたね、あのピアス買っちゃいました。昨日このピアス買ってから、今日もここでピアス買いました。お土産全部ピアス。ね、ここは函館だよ、もう一個のピアスも函館みたいな、なんかこうその町、行った町のピアス買ってそれをつけるときにそれを思い出すっていうのはね、なかなかいいんじゃないですか。いや、ピアスに本当に目がないんですよ。しかもこの天気はどんよりとしているけど、雨はまあ今日は多分降らない。五稜郭上から十分見たところで、そろそろ降りて実際見に行きます。はい、五稜郭見に行きます。すごいセミの音が聞こえて暑い。先ほど登ったタワーですね。ここなんか、なんでしょう、東京でいう皇居を思い出す的な
場所なのかな。富士棚をくぐって、あ、ここもいい緑の香りがします。そして桜の木たくさん植えてありますね。ではこちらの建物の中に入ってみたいと思います。今ね中に入りましたけど、500円払って、こちらはですね、先ほども案内にあったけど歴史の中で4年だけ存在したところです。その後はね、いらなくなって解体されたみたいな、で最近になって再現されたっていうことなので、これは再現したものですね。まあ、でも新しくてね、なんでしょう、こう木のいい香りがしますし、いい香りと木のいい香りがします。すごい模型、これはね歴史的な資料をもとに再現されたものみたいですね。本当にいい香り、ヒバかな、この木の香りがします。こちらに植えられてるのは全部桜なんですね。春来たらすごい綺麗でしょうね。春ね、春いいね、春にも行きたい。そして今ちょっとこう上登って、ここ星のね、上から見たら星だから星の一角一角行ける歩けるね。いや不思議だね、この五稜郭って。今ねちゃんと歴史をそこで学んだけど、なんか神社なのかな、お寺なのかな、なんでしょうねって思ってて、ちょっと不思議な場所ですね。戸建て山さえも見えなくなっちゃったんですね、タワーが見えて。そしてもう一つ面白いと思ったのは、函館ってね、箱ってこういう字じゃないですか今はね。でもなんかこういう歴史的な色々見ると、普通の箱根とかの箱の方の字が使われてる感じで、歴史の中で変わったのかなっていうことになりますけど、それも興味深いですね。なんででしょう。